旦那は毎日日付変わる頃に帰ってくるから、自分の時間を作るために子供寝かしつけたら、家に鍵しっかりかけて外出してる。7時に寝かしつけて、1時間半くらい、子供は家で一人。絶対批判されると思うけど、もう育児ノイローゼになってしまう。解消の仕方が間違ってるよ。なんで一時保育に入れないの？その方が見てくれるし、心配しないで安心して預けられるのに。一人になりたい気持ちはわかるけど、子供を一人にさせちゃダメじゃん。カズトじゃなきゃダメなの？私も、たまにどうしても気分転換したい時があって、そういう時は、寝そうなタイミングに車乗せて子には寝てもらって、ドライブスルーのスタバ飲みながらドライブしたことは何回かあるけど、旦那が見ててくれるならコンビニだろうが旅行だろうがいいと思う。ただ、うちの旦那は任せれるレベルじゃないから、昼間の外出くらいかな。161はさすがにやばいと思う。火事とか泥棒とか。毎日。何してるの？旦那に見てもらって、夜外出したことあるし、別に問題ないとは思ってるんだけど、外出中に子に何かあったらやだなってのと、万一そうなったら、母親不在ってのはすごく叩かれるんだろうなと思う。父親不在は別に叩かれないのにな。旦那さんが毎日遅いとしんどいね。お疲れ様。寝かしつけて、1時間半気になりながら外出するより、一時保育預ける方が大っぴらに遊べるし、ストレス解消になるよ。取り返しのつかないことになる可能性だってあるし、何かあったら後悔するから、何か他に方法を見つけた方が良いよ。まず旦那さんに話してみたら？朝出勤前だけでも育児に参加してもらえば？もし解決しなかったら、児童相談所に助けを求めてみて。カウンセラーもいるし、きっと放っておきはしないよ。とりあえず161出ておいでよ。レス読んでるよね。あなたがどれだけ辛いか、まだよく伝わってないし、書き逃げだけだったら、余計ストレス溜まっちゃうよ。どこで何してるのかわからないから予想で書いちゃうけど、出かけるなら、多くの人が学校会社に行ってる昼間の方がのんびりできるんじゃないかな。開店直後の方がお店も空いててのんびりショッピングできるじゃん。言われてること全部その通りだと思います。子供を家に一人で置いて、チョコンビニとかスーパーとか一回もないですか？毎日じゃない、行くとこはだいたいスーパー。それかとぼとぼ歩いている。日中は、午前中ジムに行って、託児に2時間預けている。日中子供をスーパーに連れて行けないベビーカー乗らない歩かない抱っこも嫌がって泣き叫ぶ。家に一緒にいても料理できない毎日。何も喜びがない。理由になんてならないけど、麻痺しているのか毎日自己嫌悪です。やめなければって毎日思うんだけど、もう保育園に入れるしか解決策はないの。あらあら大変。それは児童相談所に行くべきかもね。役所の育児相談ダイヤルでもいいよ。こんなとこじゃなくて、リアルの世界で手を差し伸べてくれるとこに相談しましょう。閉塞感で行き詰まってて辛いのがよく伝わってきます。まずは相談できるところに相談した方が良いと思いました。買い物については、子供が寝てる間にネットスーパー使うのはどうでしょう？多少高くつきますが、ジムに通う余裕があるなら大丈夫かと。ちなみに、子供を一人化に置いて外出したことはないです。たまに出し忘れたゴミをマンションの下へ走って持ってくくらいかな。料理ができないのは私も一緒。ほんと大変だよね。毎日テレビ見せながらだましだましやってるけど、それでも泣き声を BGM に料理する時もあるし、もう諦めてレトルトにする時もある。作れる時は大量に作って冷凍してるよ。やめなければと思うって言葉に安心しました。あなたの書いていることを読んだら、育児をまるまるお休みしたいように読める。そしてそんな期間が必要なようにも思える。それこそ、公の機関に相談してみて、保育園や預かってくれる施設を探してもらっては？とりあえず、あなたがすごく参ってるようだから、カウンセリングだけでも受けてみてください。あと、上の人も書いてあるけど、旦那さんが帰ってきてから、夜道をふらふらさまようの良いと思う。
夜って空気清しんでて気持ちいいよ。寝かしつけは絶対私じゃないとダメ、とか。旦那に頼んで出かけるのは無理とか言うのは、やっぱり一人目のママさんたちなのかな。うちは上の子と下の子が離れているから、低月齢の頃から下の子夫に頼んで、上の子の用事で長時間か開けることよくありました。おかげで下の子は耳たぶ触らせてくれる人さえいれば誰が寝かしつけても OK な子になった。夜中に起きた時は上の子の耳たぶ触ってまた寝たり、上の子の時はどうだったかと思い返せば、夜は特に用事もないから出かけたことなかったけど、昼寝くらいは夫に頼んで買い物を行ったりしていたな。うちは二人いるけど、寝かしつけは自分がするし、夫だけで子供ら公園とか夫に見てもらって、自分はスーパーへ買い物とかは絶対しない。自分が不安になって無理だから。お風呂入れてもらうとかはお願いするけど、物理的に離れるのはちょっと。だけど子が3歳1歳女児で一緒に行動するのが大変じゃないってのと、託児スペース付きの歯医者が近くにあったりって恵まれてる環境だからできてるだけだね。自分自身が父親と二人きりの時に大怪我したことと誘拐されかけたことがあって、多分そのせいわっと。息抜きは家族全員でしてるし、なんならよし両親も一緒に行ける植物園とかカフェで今のところ満足。